こんにちは、金子です。今回は全員が知っておくべき USB Type-C Thunderbolt 3を徹底解説していきます。USB Type-C とか Thunderbolt 3ってそもそも何なのかと言いますと、USB Type-C とか Thunderbolt 3というのはですね、こういうケーブルのことになっています。これがなぜ全員知っておくべきことなのかと言いますと、今後生きていく上でパソコンとかスマートフォンとか、 タブレットを一度でも使うかもしれないという方はですね、このケーブルを必ず使うことになります。そして、このケーブルはですね、すべて同じ形をしているんですけれども、選ぶものによって、性能や値段が大きく変わってくるんですね。なので、今後失敗したくないとか、損したくないという方はですね、この動画最後まで見ていただくと、この USB Type-C とか、Thunderbolt 3というのが何なのかというのが、しっかりと理解できるようになります。 この USB っていう言葉はですね、パソコンとかスマートフォンとか使う時にはよく言われてまして、他にも実は種類があります。で、他の種類はですね、このようにいっぱいあるんですけれども、今回はこの Type-C というやつだけを紹介していきます。他の種類に関してはですね、 別の動画で出した USB の種類完全解説という動画がありますので、詳しく知りたいなと思う場合はこちらの動画を見てみてください。それでは今回の USB Type-C というのを紹介していくんですけども、USB Type-C というのはですね、最強の USB というふうに言われてまして、2014年に誕生したんですね。で、何がすごいのかと言いますとですね、まずデータを転送するのがすごい早いです。 データの転送っていうのは何かというと例えばスマートフォンからパソコンに写真を送ったりとか。 動画を送ったり、そういう風に送りたいって言った時に、すごい速いスピードで送ることができます。また、スマートフォンとか充電する時って、抜き差し、毎回すると思うんですけども、そういう抜き差しにも耐久性がすごく強くて、1万回ぐらい使えるとも言われています。別の USB の種類で Type-A ってよく使われてるやつがあるんですけども、それが1000回って言われているので、まあ、それの10倍って考えると、かなり耐久性があります。また、デバイスとホストの区別がなくて、両方で使用可能となっています。 このデバイスとホストというのは何なのかというと、例えばスマートフォンとパソコンがあって、パソコン側で操作したいなという時はですね、パソコンがホスト、そしてスマートフォンがデバイスということになるんですけれども、今まではパソコン側とスマートフォン側で、今までは別々の形をしたものをパソコンとスマートフォンで用意して、誤作動が起きないように使っていたんですけれども、それをですね、この USB Type-C っていうのはどちらをつけても大丈夫というふうになってます。そして、どのデバイスでも基本的に使用 が可能になっててましてパソコンとかプリンターとかスマートフォンとかデジタルカメラとかタブレット何でも使えるというすごく万能になっているんですねまた今までの USB だと接続する時にどっちの向きかわからなくて刺さらないっていう時あったんですけどもこの USB Type-C はですね左右が対象になっているので裏表どちらの向きでも刺さるようになっています またですね、この USB Type-C というケーブルはですね、接続するだけではなく映像も出したりとか、あとはですね、高速で充電ができるようにしたりとかするくらい、本当にかなり機能が多くてすごく便利なので、今後はですね、USB Type-C というこのケーブルにですね、どん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 機器が統一されていくんじゃないかというふうにも言われています。この USB Type-C っていうのはですね、実は この形状のことを言っています。先ほどいろいろな機能がありますよっていう話をしたんですけども、それとは別にですね、USB Type-C って言われたらですね、この形をしたもの全てが USB Type-C っていうふうに言いまして、 同じ形をしていても先ほど紹介した機能が使える使えないが存在しているので注意が必要ということになりますなので同じ形をしているってことは全てですね同じところにさせるようになってましてノートパソコンとかモニターとかスマートフォンとか全部同じところにさせて同じように使えるんですけれどもケーブルを間違えてしまうと機能が使えなかったりとか効果が発揮できないというふうになっていてそこがすごくややこしいのでしっかり理解していきます よいしょう。 USB Type-C というのはですね、略称して USB-C っていうふうに言われているので、この後はですね、USB-C っていうふうに言っていきます。この USB-C はですね、ケーブルによって機能が違うんですね。で、このケーブルによって機能が違うんですけども、どのような機能があるかというと、ざっと言うとですね、こんな感じになっております。いきなりこれを全部覚えるというのは大変なので、まず覚えていただきたいところとしては、ここの一番上の部分です。USB 何点何っていうところですね。で、ここの部分をしっかり覚えていきます。 この USB2.0 とか3.0とか3.1これ簡単な覚え方をするとですねスピードが違うと思ってください。 スピードがですね、この2.0より3.0の方が速くて、3.0より3.1の方が速いと。USB の後の数字がですね、大きくなれば大きくなるほど、写真とか動画を映す転送速度っていうのが速くなりますということになります。でこれ 480Mbps と読むんですけども、この USB3.0 っていうのがですね、5Gbps というふうになっていまして、この 5Gbps っていうのはですね、1000Mbps で 1Gbps になるので、約10倍と思っていただければ大丈夫です。なので、覚え方としてはですね、単純に数字が大きければ大きいほど、まあ、スピードが速くなってくるんだなっていうふうな、まあ、ざっくり覚えていただければいいんじゃないかなと思います。で、また、USB 3.0とか、3.1とか、3.2はですね、別の言い方もしまして、このように USB 3.1ジ e n 1とか、USB 3.2ジ e n 2とか、そういうふうに確保した呼び方もされることが多いので、 どの種類かわかんないなと思ったらですね、この動画を見返していただいて、この部分を照らし合わせて確認をしてみてください。ここはですね、そんなにしっかり覚えるというよりも、まあ、数字が大きければ早くて、購入するときに見返していただくという感じでいいんじゃないかなと思います。ただ、USB-C を使えばですね、これ全部使えるのかというと、そうではないんですね。USB-C ケーブルというのはですね、実はこの使える機能っていうのがですね、ちゃんとケーブルによって変わっています。 まず何ができるかというと、この USB-C で必ずできることとしましては、USB 2.0という機能と、あと充電はですね、必ずどのケーブルでもついています。それにプラスして、先ほどのですね、USB 3.0とか3.1とか3.2とか、そういうのがついていると、この転送する時の速度が速くなってくるというふうになっていますので、 基本的にはこの充電プラス USB2.0 これは必ずどの USB-C のケーブルを使っても付いているんですけどもより早くデータを移動させたいっていう時はですね必ずこの USB3.0 とか3.1とか書いてあるケーブルを買わないとデータの転送速度がすごく遅かったりするので注意をして購入するようにしましょうただこの転送速度はですねケーブルで発揮できる最大になりますのでパソコンとかスマートフォンがですね対応していないと 性能は全部発揮できないと思ってください。例えばですね、USB3.0 が対応しているノートパソコン。そして USB3.2 までが対応しているスマートフォン。これをですね、スマートフォンからパソコンに写真とか送りたいなと思った時にですね、USB4.0 というのが対応しているこのケーブルを使った時、どうなるかと言いますと、USB3.0 までしか ノートパソコンは対応していないんですね。なので、USB3.0 の速度で、ここの通信が行われますよっていうことになります。 なので、速度が速いケーブルを使っていても、機器が対応してないと、その速度が出ないと思ってください。また、逆もそうですね。このパソコンとかが USB3.2 まで対応していて、スマートフォンも USB3.2 まで対応しているにもかかわらず、USB2.0 までしか使えない、このケーブルを買ってしまったらですね、速度が遅い通信になって、写真とか動画を送るのが遅いなっていうことになってしまうので、そこも注意して選ぶようにしましょう。 この時にですね、じゃあ機能が高い USB4.0 とか、そういうのを買った方がいいのかというふうに思う方も多いと思うんですけれども、それができるなら一番いいんですけれども、機能としてはですね、もちろん、あの、良くなるので、ケーブルの金額がですね、これ例えばですね、USB-C2.0 っていうケーブルだと、まあ、900円で売っているものが US、USB-C3.1 っていうふうにちょっと上がるとですね、2000円になったりするので、 性能が良くなると、やっぱり金額がちょっと高くなりますよっていうのはしっかり覚えておきましょう。ただですね、この USB4.0 を使ってもですね、ちゃんとここの下の USB3.0 に合わせて通信をしてくれるので、考えるのが大変という方はですね、いいや、最新のを買っておけばですね、まあ、自動的に合わせてくれるので間違いはありません。 ただですね、充電をするのに USB4.0 とかそういうのに対応しているケーブルを買わないといけないかっていうとそうではなくて例えばですね、動画とか画像とか送らなくて充電だけしたいという時はですね、この2つのケーブルがあった時にですね、充電だけすればいいという時は USB-C2.0 のケーブルを買えば充電はできるので、この2つの選択肢があった時に、まあ、USB-C2.0 を買えば大丈夫ということにもなります。実はですね、USB-C っていうのはですね、高速に充電できるオプションみたいのが実はあるんですね。 通常の充電じゃなくて、早く充電ができるやつもあります。で、それのことをですね、USB Power Delivery っていうふうに言います。で、USB Power Delivery って、略称して USB PD とも言ったりするんですけれども、この USB Power Delivery っていうのを使うと、最大 100W の充電が可能になります。で、これ 100W って言われても、いまいちピンとこないと思うんですけども、例えばですね、iPhone とかスマートフォンって、だいたい 5W とか言われてまして、ノートパソコンとかだと 60W とか 65W っていいう,うに言われています今までの USB で充電するとですね、まあ、USB3.0 というのを使っても 4.5W ぐらいしか出なかったんですね。で今まで紹介してた USB-C というやつを使っても、ね、7.5W とか 15W ぐらいしか出なかったんですけれども、この USB パワーデリバリーっていうのに対応していると 100W まで最大出るので、まあ、簡単に言うとですね、iPhone を充電するときに20倍ぐらい速いみたいな感じになってくるんですけれども、まあ、純粋にです、ね、そういう20倍速いわけではないので、 通常よりも早く充電ができると思ってください。またですね、通常の USB-C のケーブル使うとですね、15W までしか出ないので、ノートパソコンとかも充電できないんですけれども、パワーデリバリーに対応している USB-C っていうのを買えばですね、ノートパソコンとかも充電ができるようになります。必ずその時に確認しないといけないのが、USB パワーデリバリーに対応しているケーブルを購入しましょうということです。 例えば、スマートフォンの場合なんですけども、電源アダプターですね、コンセントに挿すやつと、ケーブル、USB Type-C のケーブルがあります。それを購入するときに、必ずですね、高速充電に対応した このアダプター、そしてケーブルを購入するようにしましょう。また、ノートパソコンを充電するときはですね、このパワーデリバリーっていうのに対応していないといけないので、こんな感じにですね、PD とか書かれている場合があるので、それを目印に購入してあげてください。で、実際にですね、この USB-C っていうのを使って、ノートパソコンを充電しようとしたときにですね、こういうふうに2つ接続する部分があるから、2つノートパソコンが充電できるかというと、そうではなくてですね、これはですね、1つで 60W。 っていう充電になっていまして2つ挿すとですね分散されて充電ができるみたいな仕組みになってたりするのでそこだけ注意をしてくださいノートパソコンとかはですね60ワットとか65ワットとかないと充電ができなかったりすることがあるのでこれだとですね一つしか充電ができないです で、30W っていうとですね、まあスマートフォンとかタブレットであればですね、このように2つケーブルをつないで充電することができるんですけども、2つつないでノートパソコンを充電するっていうのはちょっと難しいっていう風になるので、そういうところは注意して使ってあげましょう。 そしたらですね、先ほど紹介したこの USB2.0 から4.0っていうのは、まあ、スピードが違うという話をしてきました。そして USB パワーデリバリーっていうのを採用していると、高速で充電ができるようになりますと。あとはノートパソコンとか充電ができるようになるので、そういう時に使ってあげましょうと。 いうことですね。次に USB Type-C に入っている機能としてで、ここに今載せてあるのがですね、オルタネートモードって言いまして、まあ、通称オルトモードとも言ったりしますで。このオルタネートモードって何かというと、まあ、代替機能って言いまして、まあ、追加機能みたいなものだと思っていただければ大丈夫です。もともと USB というのはですね、データを転送するときに使っていたので、写真とか動画とか送りたいなっていうときに使ってました。 で、先ほどですね、USB2.0 とか3.0とかだと速度が違いますよっていう話をしてきたんですけれども、このオルタネートモードっていうのを使っていただくとですね、そういう写真とか動画とか送るだけじゃなくて、映像とかも映せるようになるので、なので、まあ拡張機能とか追加機能みたいな感じで覚えていただければ大丈夫ですで。ここにですね、5つ載せてあるんですけども、よく使われるのはですね、この3つになるので、この3つだけ覚えておきましょう。このうちの上2つに関してはですね、このディスプレイポートと、 HDMI という二つに関しては同じような機能でして何かと言いますと映像が出力できる機能になっていますこのディスプレイポートかもしくはですね HDMI っていうのがですねケーブルの中に追加で付いているっていうものに関してはですねノートパソコンとモニターをですねこの USB-C っていうのでつなげればこの USB-C でモニターに映像を出力することができると いいう仕組みになってまますす、ま、たですねこの USB-C のケーブルがですね、この映像出力ができる、例えばディスプレイポートというのがついていて、なおかつですね、先ほど紹介した USB パワーデリバリーっていうのが、両方とも対応している場合は、例えばノートパソコンをですね、アダプターで充電している場合は、このモニターに関しては、ここのケーブルからですね、電力が供給されるようになっているので、このモニターは電源をつながなくても映像が表示されるという仕組みにもなっています。 すすごく便利です逆にですねこのモニターに電源をつけていてそしてノートパソコンを使っているという場合はですねこれもですねモニターが電源を供給しているのでノートパソコンを充電しながら使うということもできます USB-C にはですねこのようにディスプレイポートとか HDMI という機能がついていればですね例えばスマートフォン側がですね USB-C で接続をしてモニター側がディスプレイポート っていう風に接続することもできます。この USB-C にはですね、ディスプレイポートとか HDMI といったような映像出力ができる機能もついているので、片方がですね、USB-C でスマートフォンに挿して、片方がですね、モニターに対応している HDMI とかディスプレイポートというのしか対応してない場合は、その形状のものを買っていただくと、それでも画面に映すことができると思ってください。また、この USB-C っていうのを使うとですね、こういうデイジーチェーンって言いまして、 このノートパソコンからですね、モニターに USB-C でケーブルをつないだら、 このモニターからですね、ディスプレイポートとか HDMI とかいうケーブルを使って、そのモニター同士でそのまま接続するという使い方もできます。本来だったらノートパソコンでこちらのモニターつけて、またノートパソコンからこちらのモニターつけないといけないんですけど、ノートパソコンからモニターにつなげて、モニターからモニターにつなげるみたいな使い方もできますので、このようにモニターを複数いっぱい使いたいなって方はですね、このようにつなげて使えるっていう仕組みにもなっていると思ってください。 そしたらですね、最後の部分になるんですけれども、先ほどあったこのサンダーボルト3というところですね、一番最初にもちょっと話したんですけれども、 サンダーボルト3というのは何かと言いますと、サンダーボルト3っていうのはですね、このようなマークが使われてまして、もう簡単に言うと全てのいいところを全部取ったようなものがサンダーボルト3になっています。今まで紹介した内容がですね、まあ、全部いいところを全て取っているみたいなものだと思ってください。なので、標準の機能として USB2.0 も付いていて、3.1も付いています。さらにですね、通信速度は最大で 40Gbps という、すごく高速でデータのやり取りもできて、さらにですね、 usb パワーデリバリーといった 100W の充電まで対応をしていてしかもディスプレイポートというのもついているので映像も出力ができますでさらにですねデイジーチェーンというのはですね先ほど複数このようにモニターが使えるという話をしたんですけどフル HD といった画面の表示方法までしか対応していなかったんですけど 4K という画面をきれいに映す状態でも表示が可能ですさらにですね自分でパソコン組み立てたりとかするときによく使うんですけどグラフィックボードとか言われたりするものにもですね接続ができるようになって いるのでサンダーボルト3っていうのを使えばですね、まあ、今まで紹介したやつがもう全部いいところが全て入っているものだと思っていただければ大丈夫ですなのでサンダーボルト3というのを使っていただければ基本的には問題はないんですけれども先ほども紹介した通りサンダーボルト3のケーブルと USB Type-C の機能が絞ってあるケーブルでは値段が大きく異なるのでそこだけ注意してください 最後にですね、ちょっとまとめるとですね、USB Type-C のケーブルを買うときは、USB のこの何点何っていうので、データの転送速度が変わります。まずここを見てあげましょう。さらに、その機能にプラスして、付けたい機能が付いたケーブルを選ぶようにします。例えばですね、充電速度を上げたいとか、ノートパソコンを充電したいという場合はですね、この USB Power Delivery っていうのが追加で付いているケーブルを探してください。で、さらにプラスして、映像も出したいなっていう場合は、 このようなディスプレイポートとか HDMI とかついているケーブルをプラスして選ばないといけないってことですね。なので、例えばですね、USB Type-C、USB3.1 対応、そして USB Power Delivery 対応、そしてディスプレイポート対応っていうふうに書いてあれば、 高速充電も対応しているし、映像も出力ができて、なおかつですね、そこそこ速い速度でファイルのやり取りもできるということになります。最後にですね、補足として USB Type-C と Thunderbolt3 ってなんでわざわざ別の言い方をしているかっていうのを少しだけ触れていきます。USB Type-C っていうのはですね、まあ最初にも何回も話したんですけれども、USB Type-C はですね、このケーブルのこの形のことを USB Type-C っていうんですね。 なので、選ぶケーブルによって、ま機能が違うということです。でも、サンダーボルト3っていうのはですね、もともとサンダーボルト1とかサンダーボルト2っていうのがあったんですけども、実はですね、形がですね、このように違う形だったんですね。なんですけども、このサンダーボルトというケーブルがですね、ものすごく性能が良かったので、サンダーボルト3っていうのを開発したときに、この形状だと他のものに使えないから、 ここはこの USB Type-C っていうのに統一して USB Type-C と全く同じ形をしたケーブルがですね、誕生したのが Thunderbolt 3というふうに言います。なので元々はですね、この USB Type-C というケーブルと Thunderbolt っていう別々のケーブルだったんですけども、ここの形状が一緒になったので USB Type-C の追加機能としてたくさんの機能が詰まったケーブルになっているという感じだと思ってください。 今回は USB Type-C と Thunderbolt 3について詳しく解説をしていきました。USB Type-C はですね、種類が多くて選ぶのが大変なんですけども、自分のですね、付けたい機能っていうのがですね、ちゃんと付いているかっていうのを確認して購入していただくないと、その機能が使えなかったりするので、そこだけ注意して購入をしてあげてください。 その他の補足とか、おすすめのケーブルとかはですね、動画の概要欄に貼っておきますので、そちらも参考にしながらチェックをしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。